冷え冷え冷蔵庫マン参上、冷え冷え。どうもこんにちは、冷蔵庫マンです。今日紹介する映画なんだけど、いやなんかね、最近ねえぐいっていうかね、結構来るのばっかり見てるんだよね。あの前に紹介したスプリーとか、 SNS 少女たちの10日間とか、めちゃめちゃなんかいろいろな、見てる方も嫌な思いとかするんだけど、今回もさらにいろいろなんかな、見た感じ、見た感覚的に話は全然違うんだけど、ミッドサマーを見た時の嫌さというか拒絶反応みたいなのがこうぐわーって湧いてきた感じです。3月12日公開、試写で見せていただきましたビバリウムです。ジェシー・アイゼンバーグとイモージェン・プーツが主演ですね。いや、極限のラビリンススリラーとあるんですけど、これどんな話かっていうと、あ、予告編の範囲だけです。予告編の範囲だけで話しますが、予告編見ちゃうと、あ、結構あの話の筋分かっちゃうなっての多いじゃない。びっくりしたのが、ほとんど序盤だけです。予告編が。ストーリーはですね、ジェシー・アイゼンバーグが演じるトムと、イモージェン・プーツが演じるジェマ、トムとジェマは恋人同士なんですよ。で、まあなんか二人で住む家欲しいなと思って、まあ何の気なしによ、まあ、郊外に、まあ、日本で言ったら建て売りなのかな、もういろんな同じ家がガーって並んだ、このなんかその家がまた可愛いのよ。こういう感じなんですけど、模型がいくつかあるね、そのショールーム、お店みたいなとこに入ってって、買うのこういう家じゃないんだけどなみたいな感じだったんだけど、その販売員みたいな男の人、まさこの人がね、奇妙、なんか嫌、なんか嫌、なんか気持ち悪いとかそういうんじゃなくて、なんかピシッとしてるんだけど、動きとかが嫌なんだけどね、こう進めてくるわけ。まあ見るだけでもいいじゃないですかみたいな。でも気軽に行ったわけ。したらね、ずらーっと綺麗に同じ家が並んでて、同じ家が並んでるとこに行くんだけど、ああこういう家なんだ、ふん、そうなんだねって言って、ふっと思ったら販売員の人がいないんだよね。お、いないなと思って、じゃあ帰ろうかと思って車を動かしたら、いくらやっても帰れないのよ。もうどんなにやっても帰れない。いやもう参ったなと思って、気がついたら道路に段ボールがあるという。開けてみたら赤ちゃんが入ってる。その蓋のところに、育てたら解放するよって書いてあるんだよね。でその赤ちゃんが成長したらね、横芸にもあるんだけど、あーって叫ぶわけ。それがまた嫌なのよ、見てて。それプラス大人の声で喋る、でモノマネするんだよね。いちいちモノマネする。それが嫌なのよ。子供に関してはいろいろどんな風に成長するかっていうのは見て確かめてください。もうそれがもう気持ち悪くて、もう拒絶反応ガンガン湧くわけ。そっからは映画見てください。いやこうなるんだと。極限のラビリンススリラー、もう本当に極限なんだけど、実はその後また別のジャンルも入ってくるという。このジャンル言っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうんで、ネタバレっていうかちょっとまあネタバレではないんだけど、まあこんなのあるんだと驚きが一つなくなってしまうんで言いません。そしてツイートでもこの新しいジャンルみたいなことを書いてる人がいるんで、ツイートも見ないでください。見に行く人は。その新しいジャンルも入って、もう頭の中かき回されるわけよ。でもミッドサマー思い出して、不気味で何があるんだろうって、いやこれ何、どん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 頭かき回されて、いやー話題になったよね。だからこれ話題になるのかどうか、ミッドサマー級の作品です。で実はこれどこの国が作ってるのかと思ったら、ベルギーとデンマークと
アイルランドの合作。いや正直言って僕、ベルギーとデンマークとアイルランドの映画行ってみなさいって言われたら言えないんですよ、一作品も。で僕の中で決まりがあって、その国の作品が言えない国の作品が日本見れるっていう時は大面白いっていうの。監督はロルカン・フィネガンさんっていうんですけど、ミッドサマーの監督アリアスターという方なんですが、第2のアリアスターとも言われてますね。もうこれだけでもね、見に行くのあるでしょう。さあこれな、話題になるのかならないのか。でもな、ミッドサマーを視野で見た時はこれみんな受け止められるのかなと思ったら、めちゃめちゃ受け止めて、もう話題になったじゃない。だからこれもね、話題になるんじゃないかな。ぜひ映画館で気になった方は、これからもいろんな作品紹介していきます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもよろしかったらどうぞ。では冷蔵庫マンでした。ひえひえ。いやー、ミッドサマーはその嫌な思いと、なんか不気味な思いとかってグーって、何が起こるんだっていろいろかき回されて、最後に解放があったんだよね。なんだこの解放があって、主人公も見てる人も、この作品は追い詰めて追い詰めて、頭の中ぐちゃぐちゃにさせられて、さらに追い詰められます。そして最後に何を観客が受け止めるのか、もうめちゃめちゃ試されて、ロルカン・フィネガン監督の短編フォクシーズっていうのかな、まあ字幕なくて見たんですけど、この15分ぐらいの短編なんですが、この場所も郊外の住宅地、同じ家がガーッと並んでるんですね。そこでやっぱりちょっといろいろおかしくなってしまう夫婦の物語なんですけど、それの進化系じゃないかと思いました。その作品が進化して内容が変わってこうなっていくという、でも根本に流れてるものは同じという。やっぱりね、映画監督っていうのはこういうものが撮りたいっていうテーマが根底に流れてるんですよ。でそれがストーリーとか作品が変わっても同じだったりしますね。これもそんな作品ですね。